ジェイソン・エイ・ヘイワードは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、リッジウッド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシカゴ・カブスに所属。愛称は名前を短縮した、ジェイ・ヘイ。1989年に、ニュージャージー州、リッジウッドで生まれ、2歳の時に、ジョージア州マクダナーへ移り住む。5歳から野球を始めたが、アメリカンフットボールは、 危険なスポーツであるという理由で、両親が一度もプレーさせなかった。アトランタブレーブスのファンとして育ったが、憧れていた選手は、ケンブリフィー・ジュニアとデレクジーターだった。地元のヘンリー・カウンティ高校では一類種として活躍し、オールアメリカンに選出された。卒業後は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校への進学が決まっていた。2007年の MLB ドラフト一巡目で、 ブレーブスから指名を受け、契約金170万ドルでプロ入りした。1年目から、ベースボールアメリカの球団内プロスペクトランキングで3位に入った。2008年は、A 級ロームブレーブスからスタートし、120試合で打率。323、11本塁打を記録。シーズン終盤に、A 級マートルビーチペリカンズへ昇格した。この頃にはすでに、 マイナーリーグ全体でもトップクラスの有望株として評価されるようになり、大リーグ公式サイト選定のプロスペクトトップ50で3位に入った。2009年は19歳にしてメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加。紅白戦では川上健心から本塁打を放ち、まだ19歳だなんて信じられないと言わしめた。 シーズンは A 級マートルビーチからスタートし49試合で打率296の好成績を残して A 級ミシシッピブレーブスに昇格 A 級ミシシッピでは47試合で打率352と打ちシーズン終盤にはトリプル A 級グイネットブレーブスに昇格した7月にはマイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームに アメリカ合衆国代表として出場した。シーズン終了後には、大リーグ公式サイトのプロスペクトトップ50で、スティーブン・ストラスバーグらを抑え1位に選ばれた。また、ベースボールアメリカと、USA トゥデー選定のマイナー年間最優秀、選手賞を受賞した。2010年4月5日、メジャー初打席初本塁打を放ったヘイワード2010年は、 スプリングトレーニングで好成績を残し、開幕をメジャーで迎える。7番、右翼で出場したシカゴカブスとの開幕戦では、第1打席にカルロス・ザンブラーノから135メートルの特大3点本塁打を放ち、初打席初本塁打でデビューを飾った。4月には打率、240ながらも6本塁打、19打点の、 成績を残し、アリーグのオースティン・ジャクソンと共に、月間最優秀新人に選ばれている。7月には、オールスター選出も果たしたが、故障のため出場はできなかった。最終的な成績は打率。277、18本塁打、72打点で、91個の子球を選んだ。新人王の投票では、バスターポージーに次ぐ2位に入った。また、 ベースボールアメリカ選定の最優秀新人に輝いた。2011年は2年連続で開幕戦初打席での本塁打を記録。開幕戦でメジャー初打席初本塁打を記録し、翌年の開幕戦、第1打席でも本塁打を放った選手は200、2004年2005年の松井和夫以来史上2人目である。2012年は158試合に出場。 自己最多の27本塁打を放った。オフに、自身初となる、ゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを初、受賞した。2014年2月4日に、ブレイブスと2年総額1330万ドル、出来高で合意した。2年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞した。セントルイスカージナルス時代2014年11月17日に、シェルビー・ミラー。 タイレル・ジェンキンスとのトレードで、ジョーダン・オルデンと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。2015年は、8月4日、以降プレイオフを含め全試合で3番と4番に座り、自己最高となる打率。293をマークした。守備面では主に右翼についたが、中堅守としても10試合守った。右翼守備では、両、 リーグトップの DRS22 を記録、中堅でも DRS2 を記録した。2年連続3度目のゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードの受賞を果たした。また、総類面でも23投類に対して3投類死に止め、投類成功率はナショナルリーグ1位の88.5%を記録した。11月2日に FA となった。 2015年12月15日にシカゴカブスと8年、総額1億8400万ドルで契約した。オプションとして2018年シーズン以降に契約を破棄できるオプトアウト券が含まれ、2016年シーズンから3年間は全球団トレード拒否券が付き、2019年シーズンから2年間は一部球団へのトレード拒否券となる。2016年は中券で、 自己最多となる24試合の出場を含む142試合に出場した。3年連続で4度目となるゴールドグラブ賞を受賞した。2017年は126試合の出場で打率。259、11本塁打、59打点を記録。4年連続で5度目となるゴールドグラブ賞を受賞した。二千十八年は二十七試合に出場し、 打率、278本塁打、57打点だった。中堅県人のため右翼での先発出場が91試合にとどまるも、前年に引き続きリーグ1位の DRS プラス4を記録。2019年は開幕から好調だった。4月6日にカブスの選手として初めてマルチ本塁打を記録した。 4月25日のロサンゼルスドジャース戦では終盤に3点本塁打を放ち、チームを7から6の勝利に導いた。19試合に出場し、前年の半分以上の5本塁打を放ち、打率339、オプス1.020を記録した。この時点でナショナルリーグ3位に位置する出塁率を記録していた。5月8日のマイアミマーリンズ戦で、 11回に、さよなら本塁打を放ち、カブスを3から2で勝利させた。カブスで放った、さよなら安打のうち3本目で、また自身のこの時点での20打数1安打という、不審に節目をつける本塁打となった。左打者であるが、マイナーでの対左投手通算打率は、335で、対右投手の、312を上回っている。 以下はいずれもブレイブスでデビューした2010年当時のものであるが、ケングリフィー・ジュニアと比較する声が上がるなど、将来のブレイブスを背負うスーパースターになると予想されていた。総攻守のすべてに引い出たゴツールプレイヤーで、デイブ・ウィンフィールドや、デイブ・パーカーのようなオールスター級の右翼手になるだろうと期待されていた。チッパー・ジョーンズとボビー・コックス監督は、ヘイワードを フレッド・マグリフと比較していた。両親は共に、名門ダートマス大学の出身。大学バスケットの選手としても活躍した父は、ITT コーポレーション社の技術者。母は、ジョージアパワー社のシステムアナリストであり、おじは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、NCWA 男子、バスケットボールトーナメント優勝の経験を持つ。6歳下の弟が一人いる。 アトランタ・ブレーブス在籍時代、アトランタは黒人が人口の6割を占めることもあり、地元出身かつ黒人のスーパースター候補であるヘイワードへの期待は非常に大きかった。黒人 QB、マイケル・ビッグの登場で NFL アトランタ・ファルコンズの人気が沸騰したように、アトランタ市内でのブレーブス人気工場の起爆剤としてヘイワードに大きな期待が集まっていた。 また、黒人のメジャーリーガーが減少傾向にあるという全米規模の事情もあり、ヘイワードの登場でその流れが変わることが期待されていた。2016年ワールドシリーズ第7戦打点、中断時のヘイワードのスピーチ言 you う know ホワット what,、whatever,s happened, up to this point in the game,we've got to forget, about it, it's over, we are still the, ベストチーム、We are going to プルディスシングアウト、We are going to win this game は、インディアンスに傾きかけた流れを変えたとされる。あの言葉で全員がリラックスできた。雨で中断がなかったら負けていた。ありがとうございます。